こういう感じなんだ。下まで。あら、可愛らしい。カリフラワー。カリフラワー。ダメだ。ですね、今日はね、お好み焼きの南風っていうところに来てますね。はい、これ結構ね、昔からあるチェーン店というかね、よろしくお願いします。お、すごい、これ。でもおしゃれじゃないかな。おしゃれですね。ねえ、ちょっと行きましょうか。どうぞ。うわ、すごい面白い、こんな。あれ、あ、どっかあったな、これ。うわ、こういう感じなんだ。結構ちさちゃんと好きそうなやつ多いんじゃない？どろ焼きとかね、いろいろチーズとか、ちさちゃんチーズ大丈夫ですか？ああ、大丈夫、よかったよかった。関係がある、関係がある。サバ飯がある。なんかいろんななんか。デザートもありますね。結構こだわってるよね。めちゃめちゃあるしてる。タッチパネルでこれ新しいですね。たちゃんはすじ玉で。あら、可愛らしい。全部可愛らしくないですね。じゃあレオは？僕は。牛肉やっぱ牛年牛なんでね。はい、ちょっとかきたまね。じゃあこちらで。おお、なるほどね。はい、これで通りました。じゃあやっぱお好み焼きとか結構食べたりするの？でも最近全然食べてないです。ああ、何食べるの？いつもでも焼き鳥。最近焼き鳥。この辺で焼き鳥。いくらやってないもんね。もうね、さっきの鳥でしょ。あ、めっちゃ美味しいですよ。これが。ソースの口で。で。あ、なるほど、そういうこと。で、これ。海苔が。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。腕の見せ所。これやっぱいろいろあるんだろうね、どれやるかみたいな。はい。失礼します。お、一番ダメな取りすぎたらな。ちょっと難しいですよね、やっぱね、このマヨネーズね。お好み焼き女子や。私が焼きました。めっちゃ綺麗ですね。切れてるタイプ。おお、優しい。優しいですよね。はい。おいいね。すごい、なんかちょっと食べただけなのに、牛肉の旨味がすごいぐわーって出てます。こんなぐわって肉肉しい初めてですね。こうやってのこのかきたまね。おお。幸せ。うわ。ブレンドアベノミックスすごい美味しいとこ、牡蠣のねお汁がなんかすごい嫌いなタイムありますね。なんだろう、カリフラワーダメなの。ちょっとなんかねやばいですね。ソフトな匂いがする。はい、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、どうでしたか今日は。美味しかった。めっちゃ美味しかった。でも結構ここ本当美味しくて、なんか熱々の状態で出してくるんで、何が美味しかったですか。牡蠣。もう牡蠣おすすめなのでぜひぜひ。まあ、今日はもうありがとうございました。ありがとうございました。また。よし。はい。帰りましょう。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。